さあ、れなちゃん、はい、気合を入れまして前半61でした恥ずかしい。さあ、後半後半は気を取り直して頑張ります。そうだね、後半もよろしくお願いします。出したら100キロます。よし、頑張りましょう。頑張ります。後半もよろしくお願いします。お願いします。お、いいやん。最初食べて良くなったパターン。食べて良くなったこっちの例が良かった後半の目標が55ぐらい。55ぐらいで、はい、なんとかなんとか。あずちゃんは45ぐらい。でもそれだと100切れないから42ってことですよね。42 41か。そしたら1だね。41でもボギーペースで回れるから41で回ったことないです。ボギーペースだと41、うん、45ボギーペだとで4回パーってことですか、うん、あ、ちょっとそれはあれなので45ぐらいで回れる。45ぐらいで OK、はい、じゃあ頑張りましょう、はい。なんか思ってた方向と違う。でもれなちゃんのクラブセッティングを紹介したいと思います。ドライバーはまず M2、はいはい、触りますね。 M2 で、はい、シャフトが L かな。あんま分かってない。あんま分かってない。あの、はい、ゴルフ始めるときにレッスンの先生に一緒にショップについてきてもらって一緒に選んでもらったから、うん、全部任せちゃったんです。あれはやったの？フィッティング。フィッティングやってないです。あ、なんとなく見た目好きな感じで、ダサすぎず、うん、なんか使いやすさもあってのやつを選んでもらったら全部やってもらいました。でも確かにあの初心者とは思えない、うん、初心者の時からこれ、これです。初めた時からこれでした。これにビニールまだついてましたウッドとか使ったことなかったから7番ばっかり、ね、僕らはやったよね。初ラウンドじゃない、初セッティングで M2 って結構なかなかです。あ、そうなんですね。なかなかです。まあでもなんか聞いてるとかっこいいのが良くてっていうのもあるからね、うんうんうん、で次が5番ウッド下がね、はい、5番ウッドで5番ウッドがなぜじゃないね、これは、はい、これは何番ウッド。これは7から9ってことだ。そう、コンペで新ペリにハマってもらったんです。へ、あんま使ったことない。多分7番ウッドぐらいかなと思います。5、7でユーティリティだね、下が、はい、これが6番ユーティリティ、はい、でアイアンが全部 M2 だね。全部 M2 で揃えてます。 7、8、9、P、A、S で、はい、パター、はい、
はい、こちらのパターンになります、うん、これ一つヘッドカバーかぶってるのは何なのかな、うん、これあ、これなんだっけな、あんま使ったことないから何か覚えてないな。あ、すごい綺麗だもん。3番ウッドですねすごいピカピカだし、ピカだね、ずっとかぶってる、まあ、もうちょっと先でもいいかもね、もうちょっと難しいクラブだから無理して使わないでね。なるほど、だからいつもかぶってんだそれなんか一発いるなってはいつも思ってる12本です。はい、じゃあ次、あずちゃん、はい、あずちゃんは変えたんだよね。変えました、先週。先週まだ変えて3ラウンド目、4ラウンド目ぐらい、2回目、3回目です。3回目のラウンド、はい、で M6 最新ですね。そうなんですよ、楽天セールで 40% オフでした。おお、いい買い物いい買い物しました。これにした理由は、これはヒモンヤのスイングヒモンヤのクールクラブスさんでフィッティングして、うんうん、もう自分に合ってる重さと硬さと全部見てもらって、見てもらって、シャフトはこれは US のレディースです。じゃあフィッティングはひもん屋さんでやって、はい、買ったのはネットで 40% オフそう、安いのか、いいね私もよくそういうことするよ賢い賢いで、シャフトが A、 やっぱパワーがちょっとあるからレディースの L じゃなくて A シャフトなんですね。はい、はい、US のレディースらしくてちょっと重いです。なるほどね、アメリカのモデルなのね。はい、日本のよりも 10g 以上重いです、ね、へー、シャフトが。で次が3番ウッド、5番ウッド、はい、で5番ユーティリティで7、アイアンが7、8、8かな、あったあります、 7、8、9、P と S, S が2本っていうのは、まだこれがなんか意味わかんないぐらい飛ぶので、はい、前回ずっと初心者の頃から使ってるのを、まだアプローチは慣れてないから、慣れてないのでこれも持ってます。なるほど、じゃあこれはちょっと飛んじゃうってことで、はい、今これを入れて、はい、11本のセッティングですね、はい、です。はい、ありがとうございます。じゃあドライバーいきましょう。はい、まあ、次はバックの話をしたいと思うんで、はい、バックの中で、はい、
いつも絶対入れてるものとかあったり、こんなの入れちゃってますとかあったら教えてください。いつも絶対入れてるのは、はい、日焼け止め。おー、うん、アリーアリーを使う理由はあるんですか？これはジェルなんですけど、摩擦にも強くて、 YouTube でなんか検証してみたみたいな番組があって、うん、全部の日焼け止め、本当に市販の20種類ぐらい塗って、キサロでどこが一番焼けなかったか、キサロに行ってやってる人がいて、うん、これが焼けなかったっていうのを見て、うん、でその前が高校生からずっと使ってます、これは。ジェルは最近出たけど、アリをずっと使ってて。初めて見たアリって。そう。え、嘘。うん。本当？うん。夢だよ。そうなんだ。うん、初めて知った。レナちゃんは何を入れてますか？私は特筆して。私いつも入れても決まってるな。さっきすごい大量のサプリを見てしまったからね。あ、そう、サプリは結構入れして、飲む日焼け止めとか。これはどこの飲む日焼け止め？これは。どこのだろう、なんか友達に勧められて、ホワイトポリフェノール C ってやつなんですけど、まだ一個も飲んでなくて、今日試してもこれ見ようって思って持ってきたんですけど、バックインバック派なのね。そうそうそう、汚くなっちゃうから、ビタミン C とかサプリは飲むようにして、リップとかたくさん持っていっちゃいます。いろんな色を割とそうそうそう、化粧落ちちゃってもリップだけは直したりします。うんうん、ぐちゃぐちゃになるから、それを入れちゃう。これが一緒です、心さんと。あ、本当だ、フェイスカバー。あ、これとかも。そう、虫よけと虫刺されの。あ、それは私も入ってる。まあ、絶対必要。刺されるから、うん、必需品。もう絶対。暑い時、うん、暑い時にシュッてするやつと。お伝えします。7月22日、まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますの で、 で8月17日ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山の、ね、絶景ポイントたくさんあるので、富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なので、ぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で、後半の会場も追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます。まあ、その中でも大磯は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上、6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。